裏面を回していきます。はい、その時に胸椎って言うんですけど、ここ、はい、背骨の胸の部分ですね、ここがくるくる回るのを少し感じながら回していきます。はい、この時に力が入ってるとこんな感じで腕の力が抜けて遠心力が感じられるようになってくると思います。まるで底をつまんで駒を回すように体を回転させている。そのため腕を広げるなど上体と足の重さのバランスが変わっても正確に水平を保ち続けることができるのである。ではこのレイバックスピンの場合はどうし、¡Gracias!